南出入り口を撮影藤田屋敷跡公園は、大川左岸の大阪市宮古島区島町に位置する都市公園である。北に隣接している桜の宮公園の一部となっている。敷地面積は約1万6000平方メートル。北は桜の宮公園、西は大川、南は大阪市公館、南東は藤田美術館、東は大公園に隣接している。元は、 藤田財閥の総帥である。藤田男爵家の敷地の一部である。大阪市から名称に指定されており、立派な日本庭園がある。春は桜の名所ともなっている。無料の公園ではあるが、開園時間が決まっており午前10時から午後4時までとなっている。休園日は年末年始である。後に、藤田財閥となる藤田組の総帥、藤田伝三郎が大川の左岸。 網島の地にあった日本優先会社大阪市店長屋敷を1886年に買い取って移り住み、さらに前年の明治18年の淀川洪水で荒廃していた大長寺の敷地を1887年頃に取得。1893年から1896年にかけて旧本邸を完成させる。1910年から1916年にかけて、 約5万3000平方メートルの敷地内に新本館、西邸、次男、徳次郎のための東邸を今井平七郎が投領となって、これを完成させ、網島御点や赤金御殿などと称される。この時、他にも京都大学の日々忠彦が設計した当時は、まだ珍しかった鉄筋コンクリート作りの蔵のほか、本邸、西邸、 東邸に、それぞれ十数もの茶室を設けるなど様々な建物を建築していった。その際、1916年には、長男の平太郎が、和歌山県高野山の光大院から、平田武器の多宝塔を移築し、それを銅版武器に改めたほか、梅園梅草を庭師として豪華な日本庭園を完成させた。その間の1912年には、男爵となった伝三郎が死去し、 課長、男爵、財閥総帥の座と敷地の大半、そして本邸は、長男の平太郎が相続し、東邸は、次男の徳次郎、西邸は三男の彦三郎がそれぞれもらい受けた。そして、1943年には、西邸は、大阪市の所有となり、私立実業会館として使用される。しかし、1945年6月7日の第3回大阪大空襲により、 表門、東帝、鉄筋コンクリート作りの倉、多宝塔などいくつかの建物を残して、他は、ほとんどが消失した。戦後、その敷地は分割された。本邸跡を中心とする、中央部は1954年に、鉄筋コンクリート作りの倉を本館とし、多宝塔を要する藤田美術館として、藤田家の司法を一般公開。近年、本館であった倉が取り壊され、 新たな本館が建築中である。東邸を中心とする東部は1959年に藤田観光が東邸を淀川邸と称し、多数の建物をも新たに建築し、結婚式等を行うことができる両邸会場大公園として開業。西邸を中心とする南部は昭和18年に大阪市の手に渡り私立実業会館として使用するが空襲で消失。 1959年に大阪市が景品館を建築して整備し、大阪市長交換を経て大阪市交換となった。2014年からはレストランブライダル施設ザガーデンオリエンタル大阪として営業している。表門を含めて長らく放置されていた日本庭園を中心とする北西部だが、やがて大阪市が入手。 この真下の地下を走ることとなる JR 東西線とその駅となる大阪城北詰駅の新設工事の際に資材置き場等に使用されその後きれいに整備 JR 東西線開通後となる2003年12月19日に旧藤田定庭園として大阪市から名称の指定を受けた2004年に藤田屋敷跡公園として 桜の宮公園の一部となって新たに開園した。なお、大長寺は、近松門左門の人形浄瑠璃、新珠天王島の舞台である。ありがとうございます。